なんちゃらハプニングになるんだよ。やろさせられた。そこやな。
え？爪当たった。見えとらんやん。よかったね。ここに行くと。見えとらんか。今日曲がった。一番曲がないかも。これもっとすぐ曲がってっちゃうから、俺もしてて。そっちもやん。これがこっち、プレートの方が曲がる。いや、簡単にはまだ、この場合、これないから。やっぱりどうせ。いやいや、こうプレートの方が曲がってっちゃう。これが、こう元が曲がって、曲がる。それが曲がる。ちょうどよ、あすけ生コンのアイアンが走っとって知られたもんね、横に下にさ、これはね焦げたわけだな、畑は治るもん。どっちかというと、こいがほぼ曲がる。上にやって戻す。外して叩かない。まっすぐ立てて。強く曲がったっすよ。結構曲がって。次はどんか曲がってたろう。ね。13、14番貸して。12は乗っとったらどういうこと。曲がった、こんな音。これ大体まっすぐだね。それが先生さん？高さんね。うん。明日神殿代かからっと？もう代もらっと？なあ、ハンマーある？大もらせんなら、こんなお肉ばかりね。うん、カルも。いかもあるかも終わらせない。うん。お高いっすよ。お高い買って。ほら、新やんと、もう塩ずるまでカルあるなら買ってんよ、し。そして、ラックンのバター。ヒロアップにちょっと電話してみないよね。ラックンも今がいいかもしれない。休みじゃ。休み日頃かどうか。大変よ、何年乗っとんね。乗せとらん。あんまは乗っとらんね。金槌は持って。金槌は乗っとばってセットまではなかなか乗ってない、ね。それがよかろう。それがよか。昨日上手線にないだろ。乗せとんでもいいね。これは少し曲がった？少し曲がってるね。あ、何言ったの？まだ曲がってる。まっすぐになるかどうかよ。操作問題だ。なんか包丁作りんごと。
急な入り口のとこや。周りの声に来い。なんか人外爆取るやん。朝早かった、取っていた。いや、朝早かやせんだろ。昼帰来るけん。あ朝。昼はもう塩ずるで。塩ずるでいい。よかった、塩ずるでよかった。どうせ明日電話するやろ。いつの日に都合で。まっすぐんだかも。まっすぐっていうか、なんかポコってしたことっぽいね、こう、やっぱこう。そんなもん、最初から溶接見たらこんくらいの角度でついたもん。まっすぐじゃなかったここ溶接。ちょっと斜めに。斜めにわざとしてやろうで。どうせ変えれちゃうの？変えんね、そのまんま。これが変えたっちゃう。調子悪かった。また叩きまぐっぱかっちゃう。よかごってなるごって。そっちの方。ようなる方向にまぐっちゃう。調整されちゃった。危ないね、めっちゃ。調整しろ。これは食いだけはある。前んとはね、ここのね、これは回る。曲がることできるけど、これ多分これ今とないことだ。そういうのはよかつけね。今それがないことだ。いらんけど、よかつけ。まあね、あんまり変形ね、そこまで。分かる。場所が。中さんと。高さん違う。上出てまっすぐのところで切るか。一回出る。いや、もうこのまま張る。大体のところで。ここもあんまり。ああ、ここはやる。こういうのはあんまり関係ないけ。倒れた関係やん。そうそう。倒れた時がいいか。いいか。張っとくからな。そこまで関係ないけ。どうして上か。それも分かんなるの？だいたい元には戻ってる。うん。ティッチだいたい置いとけ。もう5時もうせやなっと、うん、早さ早さまずい早さ今日何時まで知ったよ、7時終わるまで7時までは入居させて、ああ、そういうギリギリぐらい、ま、終わるがそこで終わり、茂みなんだ今日はよ。